論家ではなくてですね、はいはい、一野球ファンとしまして、はい、僕まあ日頃のあの清さんというので野球の話をしますよね、でそんな清さんと話したいたしました語録をですね、ちょっと一つ見出しをつけながら、はい、巨人軍改造計画っていうのをちょっと練ってみたい、あいいですね、見ようと思いますので、ぜひ一つお願いしたいと思います、はい、結局はライトフライ、ライトの松井が構えます。でこの松井が実は1回の変だから、はい、そのあの辺りの意識というのは全体的な意識が少しやっぱり薄いんじゃないかなと、時期がどこに入ったら、うん、もう敵を倒すんだという、うん、そういう意識で入ってこなきゃ勝てませんよ、ね、おっと、このまたセンターにいい当たりでありますけれども、打球は低いんでありますが距離はかなり、30分間、バッチリお願いしたいと思いますけれどもね、続いてあの清さんの語録から我々が作りました見出しはこれでございます、権利ばかり主張せず義務を怠ると、これは厳しい言ですな、ね、どちらかというと先頭にしても非常に自己主張をはっきりとする、うん、でも、うん、プレー上の中でしっかりその義務というかね、うん、俺ですよね、例えば練習なんか見ておりましてもね、もう最初から手が届かないような打球には全然もう動かない、うん、手を出さない、決め込んでる部分があったりね、高畑篠塚だった家庭権威が一番大事なんですよ、そうですよね、それを見せて初めてお客さんが納得してるわけですよ、そうですよね、あれが取れなかった打球なんだという判断するのはお客さんですよ、うん、なるほど、自分が判断するなんてことですね、あくまでもお客さんがあっての、そうです、地獄の伊藤キャンプ復活、はい、これをですね、お願いしたいなと思うんですよ、これ喋るときには中途半端になりたくないですけどもね、そうですね、もうチェンジになりそうですから、今度小村が追った、小村俊足、どうだ、松井が取る、松井が取りました、そうですね、権利ばかり、それに近い義務を遂行してね、ただプレッシャーがかかった中で、結果を出せる選手というのは、やはり体が勝手にそのボールに対して反応できるという、ギリギリの球にやる強い選手で、この足にもう壊れていいんですよ、壊せ、ね、ジャイアンツのユニフォーム着たんだから、ぶっ壊せ、そう思いますな、だって、それが今日の清さんを支えていると言っても過言ではないですよね、そうですよ、私は理屈じゃないですもん、評論家が鬼に見えました。もう投げ返したのは監督のこの顔に目がけてボールがボールを返しましたからね、全部返球するのよ、でこの野郎と言いながらと思いますね、今映っておりますからね、彼なんかも非常にそういう意味では、あの当時の松本に似てますよね、足を生かして、それでそのスイッチヒッターに登録ってことは、まっちゃんよりも0コンマ2秒早いって早いんですよ、かなり早いよね、これはね、これはね、ほら、持って生まれたもんって言ってしまえばそうなんですけれども、これを生かすキャンプはこの秋にしかできませんから、妥協してほしくないですね、なるほどね、はい、なんかあれですね、今日は一野球ファンとしてね、発言していただいてるんですけども、もう一度コーチになってもらったね、清さんがね、だってやっぱり、清さんがこう言うだけで、もうそうして投げとるんですけど、こうして打たれる。